皆さんこんにちは、名古屋ボーカルスクール校長の竹場です。なあ、さあ今日はですね、1986年、渡辺美里さんのマイレボリューションをやっていきたいと思います。すごい難しい曲なんですけれども、実は、特徴的にですね、あんまりしゃくりがないんですね。大体まあ、渡辺美里さんもそうですけど、歌の上手な方って、後ほど出てきます、B のしゃくりっていうのがすごく多いんですけれども、小室さんがね、この曲は作っていらっしゃるんですけども、多分作曲者の意図としてあんまりこうしゃくらないでくれと、ストレートに歌ってくれっていうオーダーがあったんじゃないかなと思います。この曲だけなぜかすごくストレートに歌ってます。なので、一見見てみると、簡単に見えるんですが、またシンプルほどね難しいんですよね。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。いつものやつ出していきますね。はい、こちらです。しゃくり A があーというやつですね。しゃくり B があーですね。ビブラートが赤色になってます。そしてファルセットは丸でつけてあります。ブレスは V のマークです。ちょっとね、息が足りなくなってきてしんどいなと思ったら全然追加して吸っていただいて構いません。そして、スタッカートちょっと、細かく切れ気味に歌っているところがあるので、そちらの方は、点をつけておきました。はい、じゃあAメロ、行ってみましょうか。はい、こちらでーす。はい、さよーですね。まず、さよーのようがビブラート入ってます。ブレスです。なーらー、ビブラートブレスです。スイッペイン、ビブラートしてブレスです。ほずえ、これ A のしゃくりです。ほずえ、ついていた。これがスタッカートですね。で、また、夜は昨日。で、ビブラートしてブレスです。ここちょっと短めに切っていただくといいですかね。で、おーわーで A のしゃくり来てからビブラートです。で、また A のしゃくり、るーで、よーでビブラートしてブレスをしてください。はい。で、次、たーしー、ビブラートブレス。かめー、ブレス。たーいー、ビブラートブレス。君に、この2のところでスタッカートをつけてください。君に、会えた意味を暗闇の中、ビブラートブレス。目を、ビブラートにブレス。開いて、ビブラートにブレスです。ほら、全然 B のしゃくりないですよね。すごいなと思います。さあ、じゃあシンプルですけれどもね、こちら通していってみましょうか。じゃあいきます。ワン、ツー、はい。さよなら、スイッペイン、ほずえついていた夜は昨日で、終わるよ。ちゃ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 、たしかめたい。君に会えた意味を暗闇の中、目を開いて、です。それでは B メロ行きましょうか。こちらでーす。非常、この O で、スタッカートをつけていただきます。非常階段でビブラートブレス。急ぐ、ここもスタッカートです。靴音、ビブラートブレス。眠る、で、またスタッカート。眠る世界に、で、響かせたいの E でビブラートブレスです。空き地の、ここだけ A が来ますね。空き地の隅にビブラートブレス。倒れ、ここもまたスタッカートです。倒れたバイクでブレスです。壁の落書きでブレスです。見上げ、ここでスタッカートです。見上げてるよビブラートブレス。きっと本当のビブラートブレス。悲しみなんてビブラートブレス。自分、ここでスタッカートです。自分一人で癒すものさ。ビブラートしてブレス。はい、はい、はい、はいのところになります。音程がすごく早くポポポポポっといきますのでね、しっかりついてきてください。はい、それでは B メロね、皆さん一緒に歌っていきたいと思います。じゃあ行きましょうね。ワン、ツー、スリー。非常階段、急ぐ靴音、眠る世界に響かせたい。空き地の隅に倒れたバイク、壁の落書き見上げてるよ。きっと本当の悲しみ
分かり始めたですね。じゃあ次のサビ行ってみましょうかね。はい、こちらです。まず分かり、これが A のしゃくりです。始めた、これも A のしゃくりです。マイレボリューション、これ2つビブラートが入ってますね。リューとショーンにビブラートが入ってます。でブレスです。明日を、このところがあーで A のまたしゃくりですね。明日を見出すって、ここも、スタッカートです。コートさー、ビブラートブレスです。誰かに、これは A のしゃくりです。伝えたいよ、ブレス。My tears、 これはファルセットから地声に戻ってきます。 My dreams、 これもファルセットから地声に戻ってきます。ムスがムスです。はい、音はほとんどないですね。今すぐ、ビブラとブレスです。これ今でやっと B のしゃくりが出てくるんですよ、うん、夢を、 A のしゃくり。追いかけ、これも A のしゃくりです。ルーなら、ビブラとブレス。たやすく、これも A のしゃくりです。泣いちゃダメさ、これダーの後にフォールがあります。でさーでビブラートしてブレスをしてください。ダーメさーっていう感じですね。君が、これが A のしゃくりです。教えてくれた、これはフォールですね。でブレスをしてください。マイ、これまたファルセット。フィース、地声。マイ、ファルセット。ドリームス、またこれプスプスがまたちっちゃくなってますけど、声にならないプスって言ってください。で、ハシー、ここでまた B のしゃくりがやっと出てきます。本当に2つしかないんですけど、ハシー、で、この後に B のしゃくりした後に一回フォールします。走りたーですね。で、ダーでビブラートして、セルーでビブラートして、ブレスです。はい、難しいですけれどもね。はい、それでも皆さんでね、サビ行ってみましょう。じゃあ行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。わかり始めた、マイレボリューション。明日を見出すことさ。誰かに伝えたいよ。My tears, my dreams, 今すぐ。夢を追いかけるなら、たやすく泣いちゃダメさ。君が教えてくれた。My fears, my dreams, 走り出せる。はい、OK でーす。はい、それではですね、皆さんでここを全部ね、つるーっと歌っていきましょうか。じゃあいきますね。ワン、ツー。はい。さよなら。Sweet pain, 頬杖ついていた夜は昨日で終わるよ。チャンチャチャチャ、確かめたい。君に会えた意味を暗闇の中、目を開いて。うん、3。非常階段、急ぐ靴音、眠る世界に響かせたい。空き地の隅に倒れたバイク、壁の落書き見上げてるよ。きっと本当の悲しみなんて、自分一人で癒すものさ。三四、わかり始めた、まレボリューション。明日を見出すことさ。誰かに伝えたいよ。 My tears, my dreams, 今すぐ。夢を追いかけるなら、たやすく泣いちゃダメさ。君が教えてくれた。 My fears, my dreams, 走り出せる。さあ、難しかったですね。1986年、渡辺美里さんのマイレボリューションというね、曲を歌唱分析していきましたが、いかがだったでしょうか。シンプルだからこそすごく難しいのでね、ぜひ皆さんね、これを参考に練習してっていただきたいと思います。そしてリクエストの方もですね、どしどしいただいております。本当にありがとうございます。少しずつね、ぼちぼちやっていきたいと思いますのでね、応援の方よろしくお願いします。そしてリクエストとか、私へのコメントとかありましたら、こちらの方にお送りください。よろしくお願いします。
ということでですね、名古屋ボーカルスクールチャンネルでございます。今日はこの辺で終わりたいと思います。また会える日を。さよなら。バイバーイ。